今回水素で走る燃料電池車を短期テストに入れました。水素を充填すればいいので、普通の BEV のように充電してるっていうような必要はないですね。乗り心地とか、その SUV の佇まいとかがアメリカ車っぽいところはある、そういうなんかちょっと懐深い乗り心地みたいな感じを思わせるところはあるんですけれども、基本的にはちょっと無国籍感漂うちょっと不思議な車ですね。CG 編集部中村です。今日は CG2022 年7月号から入ったヒョンデのネッソという燃料電池車に乗ってます。燃料電池、水素を燃料にして電気反応で充電して動く EV ですね。 EV の一種っていう感じかな。水素を充填すればいいので、普通の BEV のように電気自動車のように充電してるっていうような必要はないですね。全国に水素ステーションって2022年5月現在で159箇所あります。東京周辺だけで59箇所で、ほとんどはまあいわゆる四大都市圏と言われる地域、中京とか関西とか九州にあるんですけども、北海道とか福島、新潟、それと山陽とかにも少しあるのかな。電気自動車のように充電スタンドの数は多くないですけれど、編集部のある目黒、東京目黒の界隈には3箇所ぐらい水素ステーションがあるので、近所に水素ステーションがあれば実用に使えるんじゃないかなという前提で、今回水素で走る燃料電池自動車を短期テストに入れました。水素ステーションは近所にあるなという意識が常にあるので、ビクビクしないでエアコンもかけてますし、シートのベンチレーションがついているので、それをこう使ったりして比較的普通に乗ってますけれど、そんなに水素の減りも悪くないような気がします。メーターの表示は水素1キロあたり何キロ走るというような表示をするんですけれども、この間初めて水素充填したんですけれども 3.5 キロ充填しました。だいたい半分で 3.5 キロ充填しました。それで料金4000円ぐらいだったかな。その時の平均燃費なんですけれど、1キロあたり100キロという数字が出てました。これ街乗り中心の数字なんですけれども、水素1キロあたり100キロという燃費出てたんで、3キロだと300キロ走れることになります。単価半分で300キロということは、その倍でフルタンクだと600キロ走るという計算になります。ヒョンデネッソは820キロの走行距離をカタログ上は歌っていますけども、実質充填した時に出た数字っていうのは550キロでした。なのでのんびり走っていれば600キロぐらい行くんでしょうけど、まあこの550キロっていう走行距離、可能距離が割と現実的な数字なのかもしれません。その辺はこれから先リポート全部3回あるんで、長距離乗ったりしながらいろいろ検証してみたいと思います。昨日初めて箱根とか走ったんですけども、かなりスポーティーに走れるので驚きました。ヒョンデモビリティジャパンって日本には、新しい車しか入れないということで、 BEV のアイオニック5とそれからこの FCV のネッソっていう2車種を入れて、インターネット販売を主にしています。基本的にディーラーもは持たないという販売方法をとっています。乗った第一印象はやっぱりモーター音すら聞こえないぐらい静かで静粛性が高いというのと、乗り心地がすごくしなやかでいいなというふうに感じました。エクステリアなんですけれども、ちょっとね吊り上がった目みたいになっているところが実はドライビングランプで、それはイグニッションオンで常に点灯しているもので、その下のバンパーの中ほどにあるんですね、高さにある左右両端に配置されているのがヘッドライトなので、上に薄いドライビングランプがあって下にヘッドライトがあるっていうのは、もうあのシトロエンとかとちょっと似たテイストではあるんですけれど、ネッソの場合はなんかデザインのテーマが川の上流から下流にかけて転がってくる石をイメージしたというらしいので、若干こう丸みを帯びているという感じですね。空力も結構こだわっていて、フロントバンパーに空気の通り道はついてますけど、例えばホイールの形状とか、それから D ピラーのところ少しちょっとあのガラス面からボディ側のところにちょっと浮いていてですね、空間が空いていていうような感じですね。この車全高 1640mm、 SUV にしては割とこう低めなクロスオーバーっぽい形ではあるんですけれども、フロアはやっぱり乗り込むような感じで高いです。でも一方でこう頭上空間十分取ってますし、後席もですね足元はかなり広いです。それとガラスのルーフがついてるので室内も明るくて開放感があります。で今ウインカーをですね右に左に出すと、このメーターの中にですねドアミラーのとこから撮った画像だと思うんですけど、
右側と左側のタイヤの足元のところの視覚を映し出してくれるんですね。だから右左折の時にこう巻き込みとか、周りぶつけないような配慮がすごくされている、結構きめ細かい装備だなと思います。もちろんアダプティブクルーズコントロールとか ADAS 系一式ついてるんですけども、首都高通勤の渋滞なんか走ってる限りではちょっと前車との距離は割とまあ安全とって開けがちではあるんですけども、渋滞路ではブレーキングがすごく丁寧なので、むしろ僕が自分で運転してるよりもものすごくブレーキングが丁寧で、渋滞も割と快適に過ごせます。でセンターのディスプレイなんですけども、今はこれ水素タンクから燃料電池とそれからバッテリーの間でどういうパワーのやり取りをしているかっていうのを映し出してるんですけども、この他にどれぐらいエコな走りをしたかとか、オーディオとか空調関係の表示があります。ナビはついてません。これはアップルのカープレイをつないで使ってくださいということなんですけども、借り出して10日、ほぼ毎日落ちます。で何度も落ちるんでちょっと相性が悪いのか、あるいは、ギャラクシーとかの方がむしろ、相性がいいのかよくわかんないんですけども、そのアップルカープレートの相性が良くないっていうのがちょっと今唯一気になっているところですね。スイッチ類は真ん中が空調関係で、エアコン左右独立タイプで、温度調整ができるっていうのと、それからシートヒーターとシートベンチレーションがついてます。人工の比較なんですけども、やっぱ夏は暑いし冬冷たいので、まあ、これはありがたい装備だなと思います。で一番下が走りに関わるドライビングモードの切り替えとシフト代わりのスイッチなんかがついてます。ドライブモードがノーマルとエコってあるんですけども、ノーマルだとねすごくこう加速が良すぎちゃってピョンとこう飛び出るように出るので、僕はどちらかというとマイルドな加速を好むのでエコモードにして乗ってます。このサイズの EV ってだいたい2トン超えが多いんですけど、この燃料電池車のネッソは車検証上の車重が1870キロと2トン切ってます。でもまあ低重心ですごくバランス良くて、ロールも少なくてハンドリングもいい感じですね。まあもちろんその車幅とか車のサイズとか重さっていうのは常に意識させられるんで、速いからといって車が一回り小さく感じるとかそういうようなことはないんですけれど、でもまあ思うままに車は向きを変えてくれるし、足回りもしなやかな感じでコーナーではちゃんと踏ん張ってくれるので安心して走っていられますね。今これ真ん中のディスプレイ、燃料電池とかバッテリーとかパワーの使い方を表示させてるんですけど、これちょっと変えてみたいと思います。自然の音っていう項目があるんですけど、今元気いっぱいの森というのを選択してるんですけど、これ鳥のさえずりが聞こえたりするんですよ。鳥がさえずってます。まあ車の中が静かなんでね、こういった音を流して静かに過ごすと。これ今ハンコックのベンタス S1 SUV っていうの履いてるんですけど、ロードノイズも比較的少ないですね。まあさすがに雨の日とかだとね、多少スプラッシュノイズとかがして音聞こえてきますけど、でもそれでも遮音はすごいきちんとしてるなと思いました。 BEV のアイオニック5よりもちょっと値段高くてですね、ネスト700万超えるんですけれども、 CEV の補助金があって、減税分があって、なんだかんだでまあ200万円以上の補助金が受けられるということなので、実質500万円台で買える FCEV となります。セダンの未来もすごくドライバビリティが良くて、新しい時代のクラウンって感じかなみたいな、すごくいい車なんですけども、これはこれで開放感があってまた違う世界観を持ってていいなと思います。ヒョンデと聞いてなんかこう韓国車っていうイメージをしてた、昔のそのヒュンダイの車のイメージがいろいろとあったので、その延長線上で、まあ初めて車と触れたんですけども、韓国っぽさってどこにあるんだろうっていうぐらいインターナショナルな感じで、スタイルも含めて少しもう無国籍な感じがします。あえて言えば乗り心地とかその SUV の佇まいとかが若干アメリカ車っぽいところはある、そういうなんかちょっと懐深い乗り心地みたいな感じを思わせるところはあるんですけれども、基本的にはちょっと無国籍感漂うちょっと不思議な車ですね。実は昨日初めて BEV 電気自動車のアイオニック5にも乗ったんですけれど、乗り心地はこちらのネストの方が良かったです。向こうのはヨーロッパ志向というかフラットライドな感じで、若干こう突き上げとかもあって、それと比べるとネストの方がゆったりしてる、まあ、そういう意味もあってちょっとアメ車っぽいっていうところがあるなというふうに僕は思いました。ただあんまり強烈な個性みたいなのはないですね。
なんかそれはもうスタイルも含めてインターナショナルなこうプレーンな感じというか、走りっぷりにもそんなにこう個性がある感じではないですね。 SS の SUV です。